ちは、静岡にありますお抹茶近藤の食堂という店舗の、店主、日本茶インストラクターの近藤祐介と申します。よろしくお願いします。今日は、お茶の入れ方ですね、基本ということで、まずは、茶器を、皆様にご説明させていただきたいと思います。まずこちらがですね、急須です。急須ですね。こちらの急須は右利き用の急須です。こちらね、すべて陶器ですので扱いね、十分注意して優しくしてください。右手をですね、下からこのね、取っ手を支えるようにしていただいて、で、上から持つというわけではなくて、必ず下から握るようにして、右手で持つようにしてみてください。で、蓋にですね、穴が開いてますけど、これを注ぎ口の方に向けて、使うようにしましょう。で、左手なんですけれども、実際お茶を注ぐときに、このようにですね、蓋をつまむのではなくて、左のね、特に4本の指、まあ、親指も添えて、中指あたりを押さえるようにして、このようにですね、蓋を支えながら注ぐというようにしてみてください。こちらがね、急須です。こちらですね、はい、こちら何か分かりますか？こちらがね、湯冷ましですね。読んでる字のごとく、お湯を冷ますということを使うんですけれども、それ以外にですね、ピッチャー代わりに使うといってね、そういった使い方もできます。でもしご家庭に湯冷ましがない場合はですね、他の丼棒を使うこともできますし、カップ、そういったものも代用していただくことも構いません。また、用途によってはこの湯冷ましを別に使わなくてもですね、お茶は入れることができますので、そのあたりは、ご自身の、ね、入れ方というものを、探ってみてですね、使いやすいというようであれば、ぜひこちらもね、お買い求めください。こちらがですね、お湯飲みです。今日は白のね、こういったものを用意しております。今日はね、一度に3名分入れる予定で3つこちらね、用意しております。こちらですね、こちらは茶卓です。こちらお湯飲みの下にね、引いて、おもてなしの時にね、どうぞと、まあ、お茶の座布団のようなものコースターですね、こちら茶卓として、ご用意しております。とこちらが、はい、茶館です。いろんなね、柄はあるんですけども、今日はこちらを選んでます。中にはね、お茶の葉が入っておりますが、こちらはね、使った時に空気にね、できる限り触れないようにさせていただきたいので、使ったらすぐに蓋をしてということをしながら、対応してみてください。今日はこちらね、茶さじ、この木のものを用意してますけれども、ご自身で使いやすいものなんでも結構です。でこちらがね、ポットです。熱いお湯が入ってます。で、実際使うときはこの手のタイプでしたらね、ここ、今ね、ポット音がしますけど、圧力がかかってますんで、一度このね、斜めにする前に、こうね、押していただいて、中の空気を少し抜いてから注ぐ。で、その時ね、片手でやるよりも少しだけ左手を添えるというふうにした方がいいと思います。熱いものですんでね、こちら十分に注意していただきたいと思います。あとはこちらね、手ぬぐいを、用意していただく、まあ、手ぬぐい布巾ですね、が用意していただけるといいと思います。今日は煎茶を入れるにあたって、こちらの道具を使っていきたいと思いますので、こちらね、覚えてください。